神豆もさやかです。みやちゃんのいる場所を教えてくださった方々ありがとうございます。なんとこのぐるぐる巻きの木のやつ2箇所あるみたいで、私もう1箇所の方一生懸命探してたみたいです。というわけでこちらが待望のみやちゃんです。なんかでも微妙に似てない。また私3人で並ぶと3人で並ぶと最近の流行りがわかるみたいなそんな感じになっておりますけれども、どうした？まずい。いや全然か、落ちるなよ。こんなところまで来たんだね、すごいね。あららら、救助ヘリって来てくれるかな。あるある。一緒に探す、そんな暇はない。一緒に探そう。あっちってどっち？ぼやっとしてんね。千川選挙、十川選挙。まずここに立ちっぱっていう。先輩。はい。なるほどね。まあご丁寧に場所は記してあるので来てみましたけれども、ありましたね。ミヤが落とした永久不滅利口利用ポイントが溜まったままの携帯端末。はいどうぞ。絶対にです。黙っていかせる、報酬を要求する。いい、黙っていかせよう。元気だね。あ、なに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 。あー、なるほどね。いつもの間に連絡先交換したんだ。あれなんですね、なんだっけ、地中に埋まってる原生生物。今ジャンプして乗ったんですけど、かっこよくない？どうでもいいか。まあ私もこれには何回もねやられましたからね。上に乗っちゃってますけど完全に。何、降りれないの？え、乗ったまんま？ね、わざとなの？天然なの？秘密キャラなの？何？レタ君を起こしたみたいですね。仕掛けますわ。昼がモールができてるよ。決める。東側、忘却の警告のこと？探すか。ミヤちゃんってなんか単純に努力してもなかなかこううまくいかない系の子なんかとも思ってたんですけど、単純になんかこうそういう系ではなかったみたいですね。ちょっと残念ですけど、なんだろうね、守ってあげたい系女子なのかな。
なんか突然イベントが始まりました。ミヤちゃんを探してはいたんですけど、ミヤちゃんかな。あ、ミヤちゃんだよかった、イベント系だったんだ今回は。ずっとすごいね、そんなとこまで頑張って登ったの。落ちないようにね。自分で可愛い後輩って言っちゃうのと、先輩先輩っていうのに限って、いや、なんでもないです。登っていこう。私なんか十分可愛くない？こういうことをね、自分で言っちゃうところがね。絶景を一緒に見ようと誘われたので付き合うことにしました。しょうがないな、ミーヤちゃんは。どこにいるんすか。いっぱい敵いますよ。よいしょ。早く見つかってよかった。おぉ、1分ぐらいロードしてたんだけど。確かに醍醐味ですね。親の影響？すごいね。あららら。なるほどね。でもあんま無理しないようにね。なかなか私も経験したことがないようなことにあってますね。それはそれでいい勉強なんじゃないですかね。エルマさんどう思ってますか。なんかもう、さすがのエルマさんも目が点になって、もういいわ、ほっときましょうみたいな感じかもしれない。どこまで行った。うわ、結構遠いとこまで行きましたね。ミヤちゃん大丈夫？ここに落とされたの？はぁ、怪我ない？あらららら。あはあ、なるほどね。はい。いやー、どうだろう。でもそうやってね、生身の体だったら死んでるからね。大丈夫、冒険できなくない？もう帰る、 NLA に来ちゃいましたね。顔目に砂が入りまくりますよ。目に砂ガビだった。慎重に行きましょう。効果抜群の発見です。いいダメージが入ってます。
近戦でリズムを維持して接近戦行きたいと思うよ。後ろ取れないですよ。ねえ、向こうにレベル50が反応してる、あれ誰のせいですか。私が主にあれはね、リンのせいだと思うんですよ。大丈夫ですか。クロスリロン。マジか。帰るエネレーに。ゼロゴールド。さて次どこ行くって言わなかったね。順当に行くなら白樹の大陸なんかな。一応回ってみるか。壊れてない。道路保険なくなったけど、といっても2回目で倒せたんで、なんかもっとやれば壊されずに勝てたような気がしなくもないんですけど、でもさ、ぶっちゃけさ、次でなんぼだっけ。これ30でしょ。で次確か50だったから、あとレベル10上がればあれなんですよ、次のゾールなんですよ。なのでもういいんじゃない。一層しかもさ、こう私はもうこれ使わないで、
ルーさんと代わってもらうとかそういうことをすればいいわけじゃん。仲間の道路保険は減らないからさ。そうしよう。というわけでこれセーブします。まさかさ勝てると思ってなくて全然喋ってなくてすいません。ミヤちゃん探してたんですけど、ちょっとあの何ついでに見かけたら倒そうと思ったらいたんで挑んじゃいました。何しようと思ったんだっけ。そう、クエスト。倒した。石板ね。忘れ去られた大土地って忘却でしょ。黒煙は黒金の大陸の太古の獣を記した石板。獣の巣みたいな、なん野獣の巣みたいなのがあったから、あそこに行ってみればいいかな。ちょっと未来が見えてきた。やろうかな。ちょっとミヤちゃんほっといて。はい、今一番高いとこにいます。で、多分あれじゃないかなって思うんですよ。あのリングかなとも思ったんですけど、こっちの方が高そうなんで、高き場所でしょ。ごめんなさい。でもこれはさ、どういうあれで浮いてるんだろうね。不思議。ここ降りたことあるよね、動画内で。一番高いとこに行けばいいのかな。よいしょ。見つけるって何？見つけた。立つ場所が悪いのかな。それともあの細い方が高いのかな。あの細い山のてっぺん。あ、なんかあそこの方が高いような気がしてきた。だって今何も起こってないよね。向こう行ってみるか。あー、そんな気がしなくもないですね。あー、ここかも。もうなんか一回乗ってみみたいな。一回乗ってみっていうオーラがプンプンするわ。では一回乗ってみましょう。あ、なんかコレクションアイテムある。お、マウントエッジ頂上。乗ったことなかったんかいっていう。いかにも乗ってくださいと言わんばかりな感じなのに。さて、一番下、黒金かな。ここ獣の楽園です。あー、入ってみますけども、もう死覚悟ですよね。テンション溜まってる。テンションないや、もう死んでもなんもない。いきますよ。よいしょよいしょ。どけい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 。まだ誰か。あー、でもこれコレクションアイテムだよね多分。6って書いてあることは、あれ、ここ来るの初めてだよね。なんとなく見覚えがあるような感じなのは、毎回洞窟がそんなか。あー、嘘、マジっすか。あら、こっちもあるの。あー、別ルート的な。ちょっとこっち敵はいないっぽいから。あー、嘘、マジンガーですか。野獣の巣じゃありませんでした。ググってみましたら515FN ポッツポットに飛びまして、この辺にスケッチモンスターっていうコレクションアイテムがあって、それを6個集めるっていうやつでしたね。今ゲット、あ、まだ過去のやつやってますね。左、こうやここまで取って、でまた FN スポットに戻るっていうのを繰り返してました。でね、私はね、ここで出ることがすごい多かったですね。で、今何をやってるかっていうと、これクレペディアのリストを埋めるためにもう一個取ろうとしてますね。なんか忘れちゃうんで、そのレア系はその場でちゃんと取っとかないと。ここ、これから手に入ることがすごい多かった。
なんか7個目の方が苦労したような気がする。竜のような生物から逃げ惑う人々が描かれた石板、実在するかどうかわからない未知の生物の存在に胸を躍らせながらランドバンクのベラが名付けた。だそうです。報告がですね、夕暮れ時 NLA 家々の家々と家々の狭間にて悩める人物からの講習を受け取れって書いてあるんですよ。なのでまあ一応住宅村に来て、信じられ、営業妨害で、イブニングは確か5時から何時までだろう、6時ってことはないよね。ねえねえ、あら、悩める人物でしょ。家々と家々ってこういうこと、まあ、5時から何時までの間の悩める人物。あ、この人や。おい、すごい、なんかさっき録画止めて間もなく見つけちゃいましたね。やったー。で、そういう感じなんだ。はい、お願いします。やったー。ソランさん何者なの？てか、ね、ゴミ箱の前で何を悩んでたの？これで、いきなり5にしてくれるんだ。うわ、めっちゃ胸熱。あれ、あのとこにノコンキャラバンがある。あ、え、あ、ミヤちゃんいる。あれ、怖いもん。怖いもん。あれ、私ここ来たことないっけ。ふふ、え、初めて来た。あららららら、え、そんな子いたっけ。ああ、ここね、この子にクエストあったのか、後でやろう。とんでもないミスを犯してしまったようですね。焚き火というわけで、ミーヤちゃんを見つけてしまいましたので、ミーヤちゃんのクエストをやっていきますか。はーい、はーい。どうしたの？すごいね。あららら、ら、あ、ドール買ったの？え、すごいね、よくライセンス取れたね。本部の格納庫で整備中だった機体をその自主的な発案で稼働テストに協力しようと。ちょっとミーヤちゃん、なんか最初はなんか頑張ってんなこの子って思ってたけどさ、ちょっとあれですね。いいよ、私コレピディアンだから。まだかたくなに一人で冒険しようとするのね。この子から出るらしいのでやっておりますけれども、3匹目です。2匹目からは良質で新品出なかったんですよね。いいダメージが入ったわ。接近戦でリズムを維持し、入ったかな。これね、経験値がね1000も入るんですよね。やっぱ上の動きあって、え、マジ？ほんとだ。ちょっと近かったかな。さっきはね、別々でやってたんですよ。あ、いけるいける。
お、まだ行く？レベル上がるね。42だってよ。てか私43じゃん。はい、どうぞ。今の接近戦が有効よ。はい、ご迷惑をおかけしました。まあですよね。いいじゃん、ある点と。やったら出た。いいですね。はい、みやちゃん持ってきたよ。新品のシリンダーとミステルワイヤリング。はい、みやのドールって書いてあるけど、みやのドールじゃないからね、みやちゃん。しかも散歩がてらって言っときながら結構遠いっていう。さて、本当に修理できるの？顔自分ででも修理できるっていうのはすごいかもしんない。あ、でっていうか、もともとそういうところだったんだっけ、ミヤが所属してるところって。ああだよね。黙っていかせる。はい、黙っていかせましょう。どうせした報酬がどうてらってやつでしょ。よかったね、飛べるようになって。それはリンちゃんのおかげだからね。え、綺麗にやられましたね。生きてる？ミヤちゃん。まあ生きてるだろうけど。大丈夫？また壊されちゃったね。てか、そんぐらいの壊れ方で大丈夫？もっと。私も散々ね、ここ冒険してるけどね、そんなね、打ち抜かれたことないけどね。これね、こんなちっこいのにやられたの。あー、これ全然横だけどない。ナイスー、弱めるチャンスです。ほーっとーん、腕やろ、腕。接近戦いくよー。はい、ドーン。あ、もうちょっとでダブルリキャスだったんだね。まあしょうがない。ほいほい、で次顔。あ、顔でした。なな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 。歴然とした実力差でしたね。じゃあもう一匹やります。はい、持ってきたよ、ミーアちゃん。無事に治ったみたいですね。うん。はい。ああ、今度は黒金の大陸。気をつけてね。自分が上がった。あ、すぐ後ろにいたのかな、りんちゃん。面白い子ですね。